んにちは、こんばんは、おはよう、おかがみです。今回も語っていきますよ、カルパピコということでね、7話を語っていきたいと思います。いやね、波乱のガルパピコでしたけどもね、今日も語っていこう、はい、おっとっと、見たことあるよこれ。皆さん素晴らしい綺麗なフォームで飛び込んでますね。癖の強い二つな表情がみんな違ってみんないい。今回 2D マリアの枠を取ったつくしちゃん可愛いです。ガルパピコで唯一ネタキャラ化されない野獣類、チュチュのこの顔で罵倒されたい。ダイレクトに心を傷つくレイヤー、数々の二つ名たち、こう見るとヤバい名前多いな。新しいジャンルのツッコミ、時差ツッコミを披露。やっぱりネタキャラ化しない野獣類、素晴らしい。キラキラ王子様、富山かすみ、キャップ黒岳、港行きな、ツンデレ展開、御嶽ラン、神々、丸山綾、世界最高、ツーマック心、かすみピンク、ムクヤブルー、ランベッド、丸山グリーン、心イエロー、我らサークル5号線。はい、謎の戦隊もの感ですね。さすがガルパピコ、癖が強い。再び戦隊もの感、運営は疲労し、5人揃ってモールボディか。おのおのいろんな感情を抱く中、ガルパ唯一の常識人機関、騎士官再来。チューチューいい感じ出してるけど、どうしても、ナシロちゃんに目が行く。まだ続くよ。はい、動画お楽しみいただけたでしょうか。今回雑談タイムを入れます。まあ絶対領域タイムって上で流れてますけど。はい、ということで今回の動画からこういうのを作っていきたいと思います。っていうのもね、結論システムが他の方使ってたんですね。パクリと思われたくないんでこれにしました。モカちゃん可愛い。